漫画北海道の桜井亮太です。今コロナウイルスの影響で大変な状況が続いています。皆さん自宅で自粛をしていると思いますが、少しでも外出した後なんかにはうがいと手洗いをしっかりとして、自分とそして周りの人、家族を守っていきましょう。僕は今自宅でトレーニングなどをしていますが、なかなか外に出て運動ができない状況なので、皆さんもストレスが溜まっていると思います。僕のように自宅でできるトレーニング動画なんかを見て、体を動かして、少しでも心身ともに健康な状態で、この状況を乗り越えていきましょう。スポーツの力で共に乗り越えよう。